1963年のロードレース世界選手権1963年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第15回大会である。5月にモンジュリックサーキットで開催されたスペイン GP で開幕し、鈴鹿で開催された最終戦日本 GP まで全12戦で争われた。前年に完成した鈴鹿サーキットで開催される。 日本 GP が最終戦として加わり、この年の選手権は全12戦となった。ただし12戦開催されたのは 125cc クラスのみで、フランス GP では 250cc クラスが悪天候によりキャンセルされた。また日本 GP の 350cc クラスは出走台数の不足により選手権ポイント対象外となった。この年、 1957年以来グランプリから遠ざかっていたジレラのマシンがかつてのチャンピオンであるジェフ・デューク率いるスクーデリア・デュークとして 500cc クラスと 350cc クラスに戻ってきた。しかしこれは純然たるワークスチームではなくマシンはジレラワークスの最後の参戦となった1957年の使用のままでジレラからのファクトリーとしてのサポートは メカニック二人を派遣したのみだった。1957年のジレラ撤退以来、ライバル不在となった、メガボルト、アグスタのマシンがほとんど進化していなかった 500cc クラスでは、いい勝負を見せた、スクーデリア・デュークだったが、350cc クラスでは、ホンダやヤワといった、新たな勢力にも遅れを取り、資金不足やライダーの怪我にも泣かされて1シーズンのみで、 活動を終えることになった。前年活動を休止していたヤマハは大幅に戦闘力を向上させた新型マシンとともにグランプリに復帰し、わずか数千ながら 250cc クラスでは印象的な走りを見せてこれが翌シーズンの活躍につながることになる。一方、翌年からの4輪 f 1 3戦の準備を始めていたホンダはこの年は予算や人員を F1 に咲くために二輪のワークス活動は縮小し、その代わりに市販レーサーで参加車両の減少を補うという体制だった。また、1950年代前半から多くのプライベーターたちの活動を支えてきたノートンの短気筒マシン、ノートンマンクスは、この年の10月に生産を終了した。ジェフ・デュークはスクーデリア・デュークのライダーとして、 デレク・ミンターとジョン・ハートルを走らせる計画だったが、ミンターがシーズン前のブランズ・ハッチのレースで負傷して、前半3戦を欠場せざるを得なくなり、急遽代役としてフィルリードを起用した。そのスクーデリア・デュークが持ち出したジレラの4気筒マシーンは外見こそ、当時のマシン全体を覆うダスドビンフェアリングから、レギュレーションで許されたドルフィンタイプのフェアリングに変わっていたが、 中身は最後に走った1957年当時から、ほとんど変更のないものだった。一方、チャンピオンマシンのメガボルト、アグスタの4機等も最後にジレラとタイトルを争った1957年以降は、ライバル不在となったこともあって、大きな進歩をしておらず、開幕戦となったマンシマでは、マイク・ヘールウッドが勝利したが2.3位には、スクーデリア・デュークの2人が続き、 第2戦オランダでヘールウッドのメガボルトアグスタがトラブルを起こすとハートルがジレラに6年ぶりの勝利をもたらしたしかしジレラファクトリーのサポートを得られずに金銭面でも苦しんだスクーデリア・デュークはハートルとリード復帰したミンターがたびたび表彰台には上るものの結局オランダでのハートルの一生のみにとどまり対してヘールウッドは第3戦以降は連戦連勝で 第6戦のフィンランドでは他のすべてのライダーを周回遅れにして5勝目を飾り2年連続となるタイトルを決めた。マチレスの短期投に乗るアランシセパードは優勝こそなかったもののコンスタントに表彰台に上る安定した速さを見せハートルとリードを抑えて前年に続いてランキング2位を獲得した。 前年 339.5cc の RC171 でタイトルを獲得したホンダがフルスケール化されて 349.5cc となった新型 RC172 を投入したのに対しロードレースはアグスタ伯爵の趣味といった意味合いの強いメガボルトアグスタが新たなマシーンを開発するようなことはなくホンダのジムレッドマンは 開幕から4連勝の最短距離で2年連続タイトルを獲得した。メガボルト、アグスタのマイク・ヘールウッドは、タイトル決定後の東ドイツ GP とフィンランド GP で2勝を挙げ、ランキング2位となった。スクーデリア・デュークはこのクラスでも、ジョン・ハートルとフィルリードをジレラのマシンに乗せたが、500cc クラスとは異なり1五十七年仕様のジレラの百五十 c c は、 完全に時代遅れとなっており、ホンダやメガボルトアグスタに加えて、ヤワのマシンにも遅れを取る結果となった。このクラスでは、前年型からほとんど変更されていない、ホンダの4ストローク4気筒に乗るジムレッドマンと、パワーに劣るものの軽量さを武器とするモトモリーニの4、ストローク単気筒に乗るタルクイニオ・プロビーニとの熾烈な、タイトル争いがシーズンを通して続けられ、第8戦までで、 プロビーニが4勝を挙げて2位が1回に3位が2回、レッドマンは3勝で2位と3位が2回ずつと全くの互角で最終戦の日本 GP を迎えた。鈴木のエルンスとデグナーが転倒して炎上、重傷を負うというアクシデントでスタートしたレースは、レッドマンがヤマハの伊藤四郎との大接戦を0.1秒差で制して優勝、対するプロビーニは、 体調不良もあって4位に終わり、ホンダとレッドマンが、マニファクチャラーズタイトルとライダーズタイトルを共に2ポイント差で獲得した。2年ぶりの復帰となったヤマハは、資金不足もあって数戦の参戦にとどまったがに、ストロークに寄稿の RD56 の戦闘力は高く、デビューから2戦続けて2位入賞すると参戦3戦目となったベルギー GP では、伊藤史郎と、 イサゴヨシカズがヤマハのグランプリ初勝利を1.2フィニッシュで飾った。最終戦ではフィルリードがヤマハに乗って3位に入る検討を見せ、リードは翌年にはヤマハのエースとして迎えられることになる。イタリア GP ではジャコモ・アゴスチーニがマシントラブルでレースを終えるまでトップを走るという印象的なグランプリデビューを飾った。前年圧倒的な 強さを発揮したホンダとルイジ・タベリは、この年の開幕戦となったスペインでも、前年型のマシンで勝利した。しかし前年の短期筒 RT62 が失敗に、終わった鈴木は新たに開発された2ストロークに筒の RT63 を投入し、この新型マシンが進化を発揮し始めると、ホンダの4ストロークに筒は全くついていくことが、できなかった。第二戦のドイツで、 エルンスとデグナーが勝つとそれ以降第9戦、フィンランド GP までの優勝者を鈴木のライダーが占め、中でもフランス GP からダッチ TT まで3連勝を飾ったヒュー・アンダーソンは優勝か2位という好成績をキープし続け、東ドイツ GP で5勝目を挙げて初タイトルを獲得した。50cc 以外のクラスで2ストロークのマシーンがタイトルを獲得したのも、 この年の鈴木が初めてのことだった。ホンダのタベリはイタリア GP でシーズン2勝目を挙げたが、このレースには鈴木チームは出場していなかった。4ストローク2気筒では軽くてパワフルな2ストロークに立ち打ちできないことを知ったホンダは、より高回転、高出力を目指した4気筒の RC146 を最終戦の日本 GP でデビューさせ、タベリが ホールポジションを獲得、ジム・レッドマンが、鈴木のフランク・ペリスとのトップ争いの末に2位に入るなど、2ストロークと争えるだけの戦闘力を示した。ホンダが参戦を取りやめ、50cc クラスは、ヒュー・アンダーソン、エルンスト・デグナーを擁する鈴木勢と、ハンス・ゲオルグ・アンシャイトのクライドラーによる2、ストローク同士の戦いとなった。開幕戦のスペインは、 アンシャイトが制したが、続く、ドイツ GP では、アンダーソン以下鈴木勢が、表彰台を独占。第3戦のフランス GP では再び、アンシャイトが勝利し、マンシマ TT では、鈴木の伊藤光雄が、日本人初のマンシマ勝者となった。そして第7戦フィンランドで3勝目を挙げたアンシャイトが2勝の、アンダーソンを抑えて、ポイントリーダーとして、最終戦日本 GP を迎えた。 ところが、日本 GP でアンシャイトのクライドラーは、メカニカルトラブルを起こして、ノーポイントに終わり、2位になったアンダーソンが逆転で、タイトルを獲得した。50cc クラスへの参戦を見合わせたホンダだったが、マシンの開発は続けられており、地元鈴鹿の最終戦で、デビューさせた2気筒4バルブの RC113 は、類似タベりのライディングにより独走で、デビューインを飾った。 日本 GP350cc クラスは、出走台数が3台だったため、レース不成立となった。500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス、500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス。ありがとうございます。